はい、どうも皆さんこんにちは、ティルフのトシです。いつもありがとうございます。今回はね、リバーブについてね、お話してみようかなと思います。リバーブといっても、ボーカルですね、ボーカルに、入れるリバーブの話ですね。ライブの時にですね、についてお話したいんですけども、これね、またね、リバーブはね、もうこれ好き好きでいいと思うんですけども、ボーカルの方にの、好みの多分リバーブってあると思うんですよね。で、それがですね、面白いことにね、やっぱりね、若い方とね、40代以降ぐらいかな、でちょっとこの分かれるんですよね。30、40ぐらいを境にだんだんと分かれる、分かれる、っていうのも好みですけどもね、やっぱりね、若い方の方がね、リバーブはね、あんまりね、かけない方がいいっていう傾向にあるかな。で、我々の年代に近くなっていくと、リバーブたっぷりお願いしますっていう方がね、増えるってのも変だけどね。これは単純に本当にね、どっちがいいとかじゃないし、好みだしね、まあ、曲に合う合わないももちろんありますが、得てして最近の、若い方はね、あんまりこう入れたがらないっていうのはね、やっぱり今の、CD がね、音源がね、もうすでにね、非常にノンリバーブのボーカルが多いじゃないですか。最近驚くんですよね。すごいですよね。なんかこうヘッドホンで聞いてると、もう本当に耳元で歌ってるかのごとくノンリバーブね。スピーカーで聞いても、スピーカーにへばりついてるかのごとくノンリバーブ、奥行きが全然ない声なんですよね。すごくノンリバーブの音源が増えてますよね。ここ何年かずっとそうなんですよね。すごく僕はちょっと驚いてるというか、ちょっと不思議な感じもしないでもないんですけれども、自分たちがちょっとこうよく聞いてたのが、確かにリバーブがたっぷりの時代なんで、どうしてもね、60年代80年代60、70、80年代で、80年代あたりが多分ピークで、非常に深いこのリバーブをかけるっていうのが流行った時代で、だんだん薄くなっていってるんですが、まあそこまでね、深いリバーブかける必要は全然ね、ゲートリバーブなんても流行りましたけどね、ドラムにね、なんて流行りましたけど、もう今そんなことやったらもうダッサッサの極地になっちゃいますからね、あれなんですけど、そういうので育っちゃってるんで、リバーブ好きなんですが、ただやっぱり好みもあるし、時代の流行りもありますから、僕は今ステージではライブでは薄くかけてますね。リバーブタイムを少なめにして、長く伸びないような短めのやつを薄くかける、ちょっとかかってるかなぐらいですね。で、だからその MC の時にもし切り忘れたとしても、そんなに不自然ではない。もしたっぷりかけちゃうと、 MC の時にね、こんにちはって言った時にワーンってなっちゃうから、かっこ悪いですもんね。だからそこまでは僕はかけないので、本当にうっすらなんですけれども、でも中にはそのお客様じゃないや、その演者さんで、もうたっぷりお願いしますっていう方もいてね、そう、まあ言われたらしょうがない、かけますが、あんまりかけてもね、カラオケボックスみたいになっちゃいますからね、エコーみたいになっちゃいますからね、あんまりかっこよくないパターンもあるので、まあまあほどほどなんですが、でね、それは好き好きでいいと思います。でも大体もうお店が多分一番いい感じでやってくれてるから、まあ、お店 の, かあのお任せでいいと思います、リバーブぐらいは。ただこれバラードなんで、ちょっと雰囲気出すために深めにお願いしますとかのは全然言っていいと思いますが、あとはお任せでいいと思いますけどね、基本的にはね。でね、そのリバーブは好き好きだからいいんですが、一応ね、うちはね、まあ、どこのライブハウスも多分ね、大体できると思うんですが、例えば演者側の方の、モニターありますね、こっちにリバーブをたっぷりかけて、外音にはリバーブをかけないってことはできないけど、薄くかける、こっちは深く、PA の方は少なくっていうのはできます。はい、なのでそこは注文してもいいかもしれませんね。私はリバーブ深い方が歌いやすいので、リバーブ欲しいんですが、 PA の方でお客さんに出す方で不自然でしたら、それは弱くしてくださいと、それは可能ですかって別に言えばいいと思います。それができないとこもあると思います。多分それはミキサーによって、そこをどういう設定にしてるかによるので、 PA さんによってね、
どういう設定にしているかによるので、できない場合もあります。でもできる場合もあるんで、そうすればね、好みに逆もできますしね、こっちタイトに、そっちはお客さん側を深いリバーブっていうのもできます。ただそれがですね、そんな万能ではないんですね。どうしても当たり前ですけど、こっちからモニターから帰ってきちゃってるリバーブっていうのも当然お客さんの方に漏れちゃうんで、どうしてもそれを切ることはできないですからね。だからほどほどしかできないですけどね。ただほどほどにはできるので、もしそういうちょっとリバーブの深さを変えたいんだったら言ってみてもいいかもしれないですね、うん、はい。まあ今日はですね、そんなようなお話でしたね、うん、なんか言いたいことあったっけなはい、まあそんな感じです。なんか質問あったらまたね言ってください。はい、ありがとうございました。